さあ、改めて、アーサラ、パリ、インテル、シャフタール、アタランタ、ザグレブ、スポルティング、モナコ、ジローナ。しんどいやろ、これ。アウェイは、インテルとアタランタと、スポルティングのジローナか。やだなー結構やな相手だなぁ。C、まあ、C って言うんだったら、ポット1。うーん、まあ、アウェイ、インテルやだなーインテルとか戦いづらそうでしゃあないね。ただ、マジであの、ポット2のホーム、シャフタール引いたのがまだマシだったから。ここでレバー空ンとかだったら吐きそうだなってた。いや、インテルが嫌なんだよ、そう。 インテルとアタランタが嫌だ。それ以外は全然、全然っていうかまだ、まあ、ホームだしね、部がある。いや、わかんねいスポルティングとかポルトガルでもやっといなかんな。でもそれ言い出したらシールで切りない。な、こうなったらなんか、シールの試合数がうんたらとか言ってるけど、まんまと俺らはウェファの手に踊らされてるわけですよ。こんなビッグマッチがあるおもろいねっ、つって。悔しくねえのか、お前ら <laughs> こんなちょっと楽しみとか言ってて、結構もうウキウキしている自分がいるんですよね。 でだって、言っちゃえばポット3、ポット4は、もう、ゼカキでも勝たなきゃいけないんですよ。うん。だから、もう、ある種、勝ちを折り込んで、1と2にどれだけ勝ち点取れるかが、あの、8位まで入るために必要でしょでも、8位じゃないんじゃないもう、だから、3、4の狙いは。いや、そしたら、僕、24位まで OK なんだよ。で24位。9位から24位に入るのは比較的楽よ、もう。いや、本当にそうか。 いや、それは落ちたらもう知らないって感じだから。<laughs> だから、そう。3と4できついの引いたら、マジで落ちる可能性あるんじゃない ?3 と4の人たちは。うんまあでもそれは落ちて叱るべきじゃないいや、それはそうですね。<laughs> それはそうじゃない十六、うん、16ポイント取れば、だいたい8いける。うん。16ポイントだいたい8か。16?5 勝1分け。だからそうよ。だから、ポット3からポット4、2の4戦で全勝して、ポット1とポット2で、 どっかしらで一生一分けしたらワンチャン8いけるって可能性あるわけでしょ、これ。そう考えたら、マジで、ポットさんとポット4に全勝する。で、ポット1とポット2で、ホームだけ稼ぐ。あー、そうでこれで6勝で勝ち点18になるから、これで上位8位に入れる。だから、ポットさんとポット4をどれだけ落ちないかだね、これ。ポット1、ポット二ある人関係ないかもしれないよ、これ。ポット1、2のアウェイはもう捨てぐらいの。そう。勢いで。やればいいのかなザルツしんどそう。 そう、ば、まあ、ポット1とポット2のアウェイは最悪切ってもいいって取れる。まあ、全勝しなければっていう。うん、まあでも、本当に、四3、4に落とすと、マジでアウェイで勝たないと。そう。いけなくなるからきついよねっていう。う逆に言うと、ポット1とかのアウェイゲームで勝ち点取れたら超でかいね。ああ、そうね。そうそう。それはそう。ま、どっちにしろ楽な相手に越したことはないんですけれども。うん。いやー、どうなるのかマジでわからんな、これ。 うあ、だから、ホームゲームで楽なの方、もう覚えてねえわ、シティがどのグループ、どんな相手だったかっていう。引き分けが論外では、もう必要なのはリーグ戦だからもう簡単、いに取りこぼさないこと。そうだね。もう、リーグと一緒よ、リー,緒リーグと一緒。マジで CL もリーグと一緒。アウェイはまあ、オンビンに。アウェイはオンビンに。<laughs> やっていに取りこぼさない。そう。ホームで勝つ。そう。<laughs> これだ。それです。うん。バンフィールドの存在忘れたのか。 <laughs> マドリー貫通してくるからな、<ー>アンフィールド余裕で。うーん。なんでね。<laughs> あー、アドリーだけやねただ、リアルな話。あ、そっか、ホーム、絶対勝たなきゃいけない。ホームで、マドリー引いたのか。いや、そう、それは確かに。確かに。まあでも、アンフィールドで4勝しちゃえば、あとどっかで2勝して OK だから。うーん。いや、むずいな。どうなるのかも読めないわ、これ。うーん。モサさんにます。もう、レアルが鬱っしい。 うっとうしいね、そう考えて。これマジでうっとうしいな、<ー>確かに。アンフィールドが唯一効かない相手をアンフィールドって引いちゃったわけだもんね。それだけだったら、それ以外だったらなそうなんだよな、ね。アウェイの方がむしろよかったよな。そっか。アウェイマドリーの方が。えー、我ら全世界のコップと共にあるアンフィールドを舐めるだよと。<laughs> いや、ちょっと、晴らしてほしいね。ね<え>だって、アンフィールド止めなきゃマドリーと全勝ワンチャンだからね、これ。ね、これ全然ある。うん。これ全勝なんていきなり、 見れたらすげえもんよ。勝ち抜け、ジョイ8チームプレイオフの勝ち点ラインはどれくらいになると思いますか今回全勝できるのはお安く多くて最大で4チームだと思います。多分全勝は現れないかなって思ってますね。うーん、だから全勝するほど力使うんかなっていう。わかんねえ絶対全勝は出ないと思うし、別にストレートライン、それこそマジで、うん。うん、今、勝ち、5勝1分けが勝ち点15超えじゃない。多分。5勝あたりが混み合いそう、個人的に。勝ち点15あたり。いやでも。15だと甘い可能性あるんじゃないうん。 16乗っせたら、うん。マジで、もう、突破確定じゃない ?16 か17な気がすんな、多分な。確定は16だと思うけどな、俺。6勝したら多分いける。うん。6勝はもう絶対いけると思うわ。うん。日程によってはステー試合できそう。そうなんですよ。あー、そうね。最終、だから、ある程度稼いでたら、最後の、いやー、まあ、そうだね、捨て試合ワンチャンいけるか。シミュレーション何回かやってみて、ちょっと平均出してみるわ、これ。ンさんのシミュレーションだと勝ち点16で、 得失点で分かれてた。ああ、まあ、16ぐらいやればいいのかな,な、ね、?16 でも渋いよこれ。場合によっては。5勝1分け2敗いや、5勝1分け2敗でトップ8入れないは舐めてるでしょ。でも、入れない人が出てくるんじゃないマジで。いや、違う違う違う。5勝1分け2敗でトップ8入ろうとしてんじゃねえよ、と。うん、ああ。確かに、それはそうだわ。うん、ぬるいでしょ。 6勝くらい絞いよっていうい。6勝次第でやっぱ競合とは言えないですよね。8勝だよ。8 <laughs> 勝いかねえやつは、掃除で敗退。8 <laughs> 勝以外及びじゃない。じゃあもう8勝この8戦で優勝決めよう。<laughs> うん、優勝決めよう。8<ー>勝以外はもうカすです、マジで。<laughs> もう2月で大会終了。8 <laughs> <laughs> 勝以外は。8 <laughs> 以外は終わり、本当にそう。つべこべ言わずに全勝しろって話。 わかるわ <laughs> <laughs> かんねえよ。リ <laughs> アプル対マドリーが最後になってたら、捨て試合あるってこと。ステて試合あると思いますけど、逆に言うと、リバプールが瀬戸際だった場合、本気でマドリーと戦わなきゃいけないっていう。さあ、そうか、マドリーがターンオーバーしてくれる可能性もあるのか。そうだね、マドリー。うわ、日程だな。重い試合ができるだけ最後にやってほしいってことか。そうだね、そっちの方が言うとりはあるね。いや、でも最悪なのがさ、お互い突破かけた最終戦だよね。お互い突破かけたとかになったらもう、 それは死に物狂いですよ。決勝トーナメント、波、うん、の。そうだなぁ。<laughs> 6勝で、えー、かく確定と言えるはずだし、シティはサクッと6連勝で勝ち点ハイフイベで荒らしてやると。いやぁ、それおもろいな確かに、と、とっとと6勝したら、ハイフイベで、<laughs> ももみんなを。そっか <laughs> やれやれっつって、さっさと。<laughs> <laughs> やれ、えー、勝ち点さんだ、勝ち点さんだ <laughs> <laughs> 配る可能性はゼロではないのか。 これ引くと思ったんですけど、仮に、全勝したグラブが出るぞじゃん、グループ成人、うん、そいつがラウンド16で敗退してたら、なんとも言えない気持ちになるよね。いやー、出し尽くしちゃったかー、みたいな。<laughs> 全勝しない勇気。全勝ボーダスねえのね<っ>順位ボーダスあんじゃねえのこれ。いや、ないでしょ、多分。ないうん。<laughs> ないか。俺、全勝も、 何かしら褒めるべきだよね。<laughs> まあそうだよね。1位と8位が一緒なはずないだろう。<laughs> そうそうそう。全勝<あー> <laughs> ベスト8とか、なんか1位と2位ベスト8みたいなさ。いえいえ。なんかしたマジでハイフイベくるよね、これね。相手選べるようにしてほしい。<laughs> <laughs> 確かに。ラウンド16で優先権。ね、優先権ある。<laughs> ね、えー。ということでお疲れ様でした。<laughs> はい。じゃあまた。s e you next time.